お前がごついた。四段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、三軒飛車よろしくお願いします。おし、一手損角代わり。もう知らん、もう知らん、とりあえずやる。思考停止ゴリゴリ金よろしくお願いします。もうゴリゴリ金しかできない体になりました。あ、でもゴリゴリ金完成。いや、これゴリゴリ金完成してしまいさえすれば勝てるんですよ。大体大体勝てる。で、いい位置に飛車がいますからね。ほう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 、ほう、ほうほう、なんですかねこれ。まあこうか、早いかな打つの。あ、一回受けますわ。いやー、これ失敗したな。2分30秒。まあまあまあいいでしょう。これは行くよ。歩打てないですもん、お相手。7四歩は8四歩でもう行きますからね。で、これなんだ、別に何もないよな。よし、とりあえずつけた。銀でくるんか。取ると、あー、飛車効いてるからってことか。そういう受け方があるんか。一回こうか。2分。俺もう勝負するしかないな。え、勝った。これ今同金で負けてましたね。うん、これ相手頓死しました。はい、ありがとうございました。三段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、相振り飛車よろしくお願いします。せい、もう振り飛車党の方はね、角交換嫌いですから。なんでもうこの時点でアドバンテージ、さらにゴリゴリ金を完成させて超アドバンテージです。よろしくお願いしますっていうことでやっていくんですけども、これはね、ここお、飛車角交換してくれるのか。そういうこと2分30秒。そういうことでいいんか。そういうことなんだ。まあ金あげますから銀あげましょうみたいな。で、放置したならばこの手が、この手が一応詰めろと。なんで取るしかない、取らない、取るしかないか。歩打ち？とりあえずで金寄っとく。桂馬取られるかな。いや、なんかこうなったらもう銀取ってしまいたいですけどね。銀取ってしまうか。取ってしまったわ。ついノリで、ついノリで取ってしまった。へえ、そっち、そっちでいいもんなの。こっち取って、これもう一回銀打ちできますね。もう一回銀打ち、腹銀、つまり腹銀が最強ということなんですよ。噛んでいくということなんですよ。1分30秒。噛んでいく、
どうしたろうかな。どうしたる？これ角がやっぱり邪魔だから、角はちょっと削っておくか。どちらにせよ、これでちょっともう攻めるしかないよね。これでいかがかしら。角打ちか金打ちかでいくと、金打ちのような気もするけどな。でも角打ちで1枚狙ってもいい気がするな。それで1枚ください。何か、あ、2枚くれる。あ、逃げるんか。ではこちらを取ろう。おっと、大手飛車か。大手飛車じゃない、大手角ね。大手角か。30秒。大手角はちょっと許されないな。これで、これで許してくれ。これ逃げる。これで大丈夫。一応詰めろではあるけど、両方受ける手がないんじゃないか、飛車を使ったことで。うわすげえな。なんか食って20秒。これでどうにかなってると思うんだけど、受けないっすよね。でこっち詰めろじゃないや、詰みがないので大丈夫だと思うんだけど、あとは竜とか金が抜かれる手を見えるけど、まあそれもなさそうだから、これ勝ちか。これは勝ちましたね。あと王手ラッシュがまずいぐらいか。これ勝ったんじゃないか。あ、王手ラッシュきた。王手ラッシュきた。王手ラッシュきたわ。さすがに17秒あるから大丈夫だと思うけど、どうしようもないでしょう。さすがに金さえあればいいですからね、こっちは。おっしゃ、ありがとうございました。2段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、はい、振り飛車よろしくお願いします。さあ、今宵も11時を回りました。ちょっとあれですね、毎日投稿ができない、もういやー、もう今日で8月終わったんですけど、ゴリゴリ金なんですけど、ちょっとね、もうコロナにもなりながら、仕事になる行きながら、動画投稿が厳しゅうございます。厳しゅうございます。もう舌も回ってないわ。厳しいんですね。よーし、ということでね、今から勝ちまくって動画にする。もうそれだけです。それだけです。動画にすればいいんです。これは打つこうや、打つきましょうや。金出るか。2分30秒。行こう、未来へ行こう。これどうするかな。一回歩打っとく。一回金入る。一回金入って歩を置いとく。それでいいんじゃないか。でまあ飛車44ですね、多分。で、なんか微妙だな。なんか微妙だな。なんか、なんか微妙だな、これ。
すごい微妙なんだけど、なんか微妙なことになったわ。こんなはずじゃなかった。いやー、それで収まってるじゃん。こういうこういうはずじゃなかったんですけど。あ、しかも飛車になれるやんこれ。ああ逃がしません。これどうやって対応する？次飛車倒すよ。いやー、まだだったんですよ。おお、そうそうそう、そうやってくると思いました。はっ、あっ、あっていうね、強がりだったりしますけども。これここか。一回打ちますよね、こんなの。まあちょっと金打って対応しないとやばいですよね、こんなのは。でどうします？切れ気味ですけど、何か割り打ちの銀、割り打ちの銀、切れ気味ですけど何か。切れるよこんなの、不甲斐ないわ。いやー、やばい。1分30秒。やば、タニエ。これはちょっと一旦対応します。やば、タニエンすぎる。うわー、まずいまずいまずい、これもう死んでるわ。ほぼほぼ死んでる。これ取って、これ取ったら勝ちなんで、取れない、取れない、そうね。でそこで受ける。必死に頑張ってます、必死に頑張ってます。どうにかならないか。角逃げたらワンチャンあるよ。竜入る手がちょっと厳しそうじゃないです。いやー、でもちょっと勝てないかな、この状況は。さすがに厳しいな。そうね、その辺からやばいよね。1分。まあこれは同銀としか取れないですよね。いやー、厳しい厳しい厳しい、もう厳しすぎるわそれ。どうやったら勝てたんですか私。まあ一回なんか出して、桂馬か。30秒。ワンチャンを目指して、まあ角なってくるじゃないですか大体は。大体は角なってくるんで、ちょっとワンチャンを目指してやっていきましょう。さあここですね、ここ。20秒。ここですよ、これで、これで。ない、ワンチャン。間違えろ。あ、ワンチャン来た、ワンチャン来た、来た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 。これ勝ったんじゃないの？勝ったよ、勝ちました。10秒。こういうことです、ね、諦めない心が全てを制す。そういうことです。しかし将棋ウォーズを勝ち抜くのはまだまだ厳しいぞ。完全に負けてた、完全に負けてました。はい、ありがとうございました。